ダコタ・ライアン・ハドソンは、アメリカが州国テネシー州ハミルトン軍、チャタヌーが出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のセントルイス・カージナルス所属。AQ スプリングフィールド・カージナルス時代2013年の MLB ドラフト36巡目で、テキサス・レンジャーズから指名されたが、入団せずに、ミシシッピ州立大学へ進学した。 2016年の MLB ドラフト一巡目追保で、セントルイスカージナルスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグカージナルスで、プロデビュー。A 級パームビーチカージナルスでもプレーし、2球団合計で12試合に登板して2勝1敗。3セーブ、防御率0.68、19奪三振を記録した。2017年は、 a 級 q スプリングフィールドカージナルスとトリプル AQ メンフィスレッドバーズでプレイし2球団合計で25試合に先発登板して10勝5敗防御率3.0196奪三振を記録したシーズン途中にはテキサスリーグのオールスターのメンバーに選出された2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは カージナルスの組織内で6位にランクインした。シーズンでは開幕からトリプル A 級メンフィスでプレーし、19試合に先発登板して13勝3敗、防御率2.50、87奪三振を記録した。また、7月にはオールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。7月27日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りしたが、昇格を告げられたのは当番中であり、マウンドから降りる際に、同僚や首脳陣から祝福を受けていた。翌28日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。2019年は先発5番手として開幕を迎えた。レギュラーシーズンでは、33当番で174回と、2、3回を投げ、16勝7敗、防御率3.35。 百三十六奪三振の成績を残し、打球のゴロ率はメジャートップの五十六点九パーセントで、逆に、フライ率はメジャーワーストの二十一点三パーセントと、極端なグラウンドボールピッチャーだった。また、死球数はメジャーワーストの八十六死球で、予死球率もワーストの四点四三となっており、打席のうちの死球の割合もメジャーワーストの十一点四パーセントで、 K, BB も1.58と、請球面に課題が残るシーズンだった。2020年9月28日、右ヒいチのトミー・ジョン手術を受けると発表した。武器であるシンカーは、最速97マイルパーアワーを計測するグラウンドボールピッチャーであり、変化球ではカーブ、スライダー、チェンジアップを投げる。ありがとうございます。